知ってる。多分猿。びっくりした。はい、どうも、ミシーです。もう出発してますけどね、奥琵琶湖キャンプ場っていうところに行きます。もうすぐタガでドッグランに連れて行こうと思うんですけども、懐かしい、久しぶりや、ここに来んの。ドッグサイトもあるし、炊事場もすぐそこやし、最高っすね、最高。さあ、ワンズ下ろして設営していこう。ここで2泊3日だよ。どうしたん？どうしたん？あまり変なもんつけておいでよ。よしよし、広いよサイトは。さあ、そしたら積み下ろししましょう。とりあえず下ろしたよ。だいぶ少ないと思うよ。頑張ったと思うで。これで頑張った方、うちは。はい、さあ、そしたら設営の方していきたいと思います。モレビのそこのビスの折るところぐらいに設営していきたいと思います。今日はコールマンの、タフドーム4300を貼ります。いや、設営中もファンズが遊んでるから、いいですね。
とりあえずなんとか形にはなりました。あとはバイザー張り出すだけ。でも荷物がこっちなんだよね中に入れながらやっていきたいと思います。おー、広い広い。信用確保も全部されてるし、やっぱりコールマンいいね。日本のコールマンはね最高。サンサンやしな、でかいわやっぱり。マットから引いてきます。完成。なかなか面白いスペースになったね。よし、さあどこで何をするかね。あれみんなどこにおんの。あ、満喫してそうやね。あれビスは、ビシュー、あ、おったおった、あそこだビシュー。全然期待してなかったけど、さすがタフ300。全室めっちゃ広い。あんだけあったら荷物ほとんど入るがね。助かった。もっとしょぼいんかなと思ったら結構張り出し部分も大きいよね。うん、いい感じや。いいテントやと思う。雨にも多分対応できるから、これなら。明日から雨やからな、覚悟していかないと。全室の中に物がしまえるからすごくありがたい。さあもうちょい頑張ろう。よっしゃ、さすがに霧は株打ってないよ。これは楽だわ。下まで行きそうやな。なんか安定せえへんな。暑いっすわ。とりあえずこんだけ作った。こんだけありゃなんとかなるっしょ。コロ巻き。しっと、ひと苦労やねこれは。よいしょ。よう切れましたわこれは、さすがに。よいしょ。ちょっと長いけどな、でも全然 OK よ。よし、はい、全部潰しました。これだったら十分やね。ちょっとゆっくりしよう。ここまでできたらもうできたみたいな。これでね、はい、それではオープン。あ、そうか、これ近づけなくてもいいんだ。はい、それではオープン。あ、
あーできた、美味しそう、ワッフル完成、うまそうじゃん。ちょっと熱いけど、いやこれ絶対うまい。うわーふわふわや。よし、ちょっとお湯沸かしていきます。よいしょ、それではいただきたいと思います。あ、火床ができたら楽だよね。もうあと何してもいいもんな、この上にもうすぐ、巻き置けば勝手に火はつくし、こんだけできてりゃもう。さあご飯炊きたいんやけどな、どうしよう、まだ早いねんな、ご飯にはちょっと早いな。あら、今日はお米、量らずにいきます。どれぐらい食べるかな、だいたいこんなもん、もうちょっと食べようか、こんなもんかな。よいしょ、1合なんか何だか分からへんこんだけだったら十分っしょ。さあ今日はもう何にもしないでそのまま火にかけてこれを食べるから面白いよ。うまいこと炊き上がったらいいけどね。ではやっていきたいと思います。まっさら綺麗な、これが一気に真っ黒になるんやで、なんか気が引けるよね気が引けへん、私はめっちゃなんか、まあ、綺麗で置いとくのもなんかかっこ悪いけどな。いやこのままこういくからさ、綺麗のにな、まっさらやで。いいよ、よし、こんな感じ。さあ水よ、お水、あどれぐらいや、入れすぎ、あちょっと多いかな、よ、あでもこんなもんかな、あこんなもんや、行くよ。ね、よう分からんけど行くよ。もう多分、ええ感じになってる火は、よし、だ置きます。よいしょ、ああ安定しんな。おええ感じ、ええ感じ。うわ、なんか獣っぽいのがいっぱいおんねんけど。なんか猿みたいな声も聞こえたんやけどさすが山の中っていうかね、もう50メートルほど下ったら、琵琶湖なんやけどねワンズバというと、もう後ろで疲れて寝てますわね、疲れたね思いっきり遊びすぎあんたたち、なんか走ってる、なんか走ってる、なんか走ってる、多分猿びっくりした、なんじゃそりゃ、猿が走んねや、こんなとこ怖うわ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 、 いきなりやったからびっくりした。いや向こうにもなんかおる、獣がすごいねこの辺はね。あおるおる、あそこにおる、ちょっと見えへんかな、おるおる、すげえ獣やほら猿がおる、見えへんかな、大きくしたら見えるかな、いいよ、あの辺にいてるんやけど、すげえ猿が鳴いてる、わあいた、ワンズがいた、ワンズがいた、すげえとんでもないとこやな今日は外の233持ってきてます。
よいしょ、明るいなこれはやっぱり。それと向こうと。今日は LED なしやで。さあ、そしたらサバの塩焼きしていきたいと思います。さあ、ご飯はどんな感じなんやろな。ちょっと蒸らしてたけど、あ、もう蒸れるか。さあ、それではご飯蓋オープン。な、おー、綺麗に炊き上がってる。間違いないね。わ、うまっ、完璧完璧。よし、さすが。では行きたいと思います。はいよ、うまそう。もういただきます。お、完璧。ほら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 、焦げ一切ついてない。最高やね。うまいこと炊けた。炭一切使わず直火で薪っていうのも面白いよね。火床さえ作ってしまえばあとはもうむっちゃ楽。煙がちょっと煙いけど、うまいわ。めちゃめちゃうまい。ここ何してんの、こっち入っときんの。この間キャンプ行けなかって家で作ったんですけどね。そのために全部用意してたのに。なのでリベンジ、オクラチーズ作りたいと思います。なんですけども、またやってもうた。鰹節忘れた。醤油持っていてんねんけどな、鰹節忘れてもうたわ。大丈夫なんかな。鰹節なしで一回やってみたいと思います。本当はな、鰹節あった方が美味しいねんけどな。よいしょ、オクラチーズ美味しいんだこれが。めちゃめちゃ美味しいねんけどな。削り節忘れた。和と洋が、なんか融合するみたいな形じゃない。たらチーズを乗せたら、蓋します。蓋オープン。あー、できた。リード、ほら、こっち欲しい。持ってくんの忘れた。かつお節食べたい。霜降りの、なんやろ、ハラミとカルビやったような気がすんねんけどな。お肉を焼いていきたいと思います。クロススパイスでね。これで多分お腹膨れると思う。もう。さあ、もうちょっと火足すか。よし、もうちょっと火安定させてからにしますね。いくよ。おー、完璧。いいじゃん。そしてお肉の方を焼いていきましょう。あ、おいしそう。めっちゃうまそう。これこれ、うん、これナルゲンボトルやからわからんけど醤油かもしれへんな。ここに入れよう。はい、全て完食。あー、お腹いっぱいや。もう何もあれ、あんだけ食って腹くれんな。ごちそうさまでした。こんな状況かと申しますと、今こんな感じ。よいしょ。それでは一段落したので、ワンズのご飯を作りたいと思います。鶏肉 2.7 キロ買ってきたから、この特大鍋で。
この特大鍋で湯がいて白蒸しやね、蒸しじゃないな、白茹でか、うん、あの味も何もつけずにただ茹でたやつを切ってあげたいと思います。 2.7 キロあるからな。よいしょ、はい、こんなんやで、これ4つじゃ足れへんねんで、いつもどんだけ食うねん。よし、ならやっていきたいと思います。よいしょよいしょ、ヤグラ組、よいしょ、こんな感じ。なかなかすごいことになっとんな。はい、それでは蓋オープン。よし、できたぞ。あっち。茹で上がりました。はい、できました。ここラッシュ、ウィシュナー。ウィシュどんだけ食べんね。重た。いくよ。はい、どうぞ。いや、美味しそうだよ。一瞬でなくなりそうやけど。ここも終わりだよ。ラッシュもいつも終わりだよ。あんたたち早いね。作るのどんだけ時間かかったと思うの。はい、ごちそうさん。ラッシュ。それではいただきたいと思います。熱っ、あっ、うまっ、最高ですわ。うまっ、めちゃめちゃうまい。はい、どうも。はい、落ち着きました。外も片付けて、明日雨みたいなのでね。よいしょ、こんな感じでベッドはできております。あとはワンズはもうクタクタかな。あ、見えへんな、ビス。よいしょ、はい、みんなもう遊び疲れたかな今日は。今は何時や、21時50分です。私も疲れた今日は。朝早かったし動き詰めやったからね。今日は三国志スリーキングダム、この間 DVD 忘れて何もできへんかったから、今日は50枚か50枚全部持ってきました。見れるだけ見てから寝ます。それでは今日はお疲れ様でした。